やったー、ケケです。今回はですね、前回の動画で8000に到達する動画出したと思うんですけど、今回はそれの続きということでね、8000からその先へ直れてやっていこうと思います。現在の順位は48、8025、やっていきましょう。使ってくデッキはね、前回と同じでね、申し訳ないんですけど、こちらのロイジャイエルキ LSP 型ね、使っていこうと思います。それではいきます。おいしょだ来ました、よろしく。この人は確かね、ジャイプリプリだった気がするんでね、多分お尻も、現実のねプレイヤーさんのお尻もプリプリしてることでしょうといった感じで集中していきましょう。まあ初手は待ちかな。さあ初手じゃいきました。どうしようこれ、ダックプリ欲しいな。いや次ロイジェイなの渋、どうしようこれ、ちょっと待って、トリトン、なんとかなりそうだ。でもファイブで弾いてメガを頑張ってもらって、これあれだな、ダックプリで延命だな。よいしょ、うわータワンタケが、まあ、ただ、まあ、悪くはない、むしろいい。これダックプリ、ダックプリからのディガーとか来そう。これはメガ5プラスの LSP で抑えていきます。よいしょ、まあまあまあこれはザップでしょうね。うん、で、また、ケツジャイかな？プリンスつけたしな。ケツジャイぐらい。ケツジャイだな。これには、まあ、エレキ合わせて、で、さっきと同じ感じだと、メガゴがついてくるよね。で、メガゴは俺裂いちゃったから、ファイボで飛ばすか。ファイボで飛ばそう。ファイボで飛ばしていきます。よいしょ。なるほどね。うわ、これやば。やばい、何がやばいって、エレスピ、よし、よかったよかった。まあ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 ですよ。エレキのさ2発目がさ、毎回プリンスに襲われててメガゴがミリ残りしたのが痛かったっすね。さあここは、ここロイジャイメガゴいっていいな。ちょっと雑な攻めになってしまうんで、アドも取られてしまうんですけど、ロイジャイメガゴでちょっと組んでいきます。これはエレキ強でさそう。よいしょ、なるほど、ジャイから組んでくるか。これさ言っていいよな、俺カウンター怖いっすけど、いきます。よいしょー、頼む、マジで頼む。俺としては、やつをキング起動して、ただ絶対ディガーで防がれるんで、これダメです、やっぱ。ほら。ここは、こうして、よいしょ。エレキで、抑えます。大丈夫ね、よしよしよし。メガゴは入らないと。危ね、今、キングになんて吸おうとしてたら、終わってましたよ。これは一旦トリトンで逆サイ持ってきたい。よいしょ。で、エレキで止めて、ジャイを防いでいく。オッケー、オッケー、オッケー。エレキ止まる。よしよしよし。このプリンスは美味しいな。これ美味しいでしょ？これ絶対ディガ来るよな。一発もなかった。ああ、一発でけ！マジか、それ。ここは、ロイジャー行くしかないっすね。プリンス来るんで、まあまあまあ。これは、エレキメガゴで抑えて、こいつを LSP。で、給与したい。ここ！いや、マジか！やばい！やばい、ジャイは大丈夫だけど、ディガがやばい。オッケー、引っ張った。でかいでかいでかい。でかいでかいでかい。ある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 。ギリギリ。一発！来た来た、逆サイ来た、逆サイ来た。あー、あるあるある。殴れ！ボーン！オッケー。危ねえ。いやー、よかったですね。ダックプリの走りが。
よかった、いい走りだった。小学校だったらリレー戦に選んでましたね、僕は先生だったら。といった感じでさ、8058位、33位といった感じで1勝目しました。さあ行きましょう、2連勝したいね、行こう。下げました。おー、アナバン来た、よろしく。お前スナイプしねえだろな、頼む頼む、マジやめてくれ、マジやめてくれ、勘弁してくれ。どうだ、怖っ。うわー、初手ダクプリ、これエレジャー来たら絶対、いやエレジャーだ、やば。あ、違う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 、あ、LJ だ。まあ LJ、いやーでも怪しいな。まあでも LJ に全然勝てる要素あると思うんだよね。勝てる要素だらけだと思うんだよ俺。ちょっと延命して、こいつは同サイドでいっか。なるほど、つけてくるんだ、それつけてくるんですね、そういうのを。まあ悪くない、いい防衛なんじゃないか。でここで俺がすべきは結露い、結露いだ。いやだよな、合ってるよな。ちょっと待って、いや普通に考えて、いや結露いでいい、結露いでいい、結橋前ロイエルキしても低めインドラプラスの、まあ低め、うーわーライドラ入ってんだけど、 JPP やったか、 JPP と、でも俺のにライドラって刺さりいいのかな。 JPP をやりましたね、きっと彼は。まあまあまあ、こんだけにしといて、さあ献立防衛していきたい。 LSP で一旦突撃を止めてからのウッドで、これあれインドラがないで、このロイメガゴの形が、うわあるんかい。ちょっと待って、あったっけ。え、じゃあ何ライドラになってんだ、何がライドラになってんだ、おかしな人ですね。さあこれはダクプリで逆サイドに誘導していきたい。まあ何かを狙ってんな、絶対何かを、何かにめがけたデッキだとは思うんですが、何かは分からない。さあここトリトン出していって、あーやべえ、ミスった、最悪。キングキードしたかったんだけどな。ここはロイ単体でいいか。いやーライドラが地味キツだな。地味キツだぞこれ。さあエリキ合わせていって、全然ね、あれを出してこないですね、やつを出してこない。めっちゃさ、それ徹底してくるね。あーやべやべやべ、最悪だ。まあまあまあ、ここはダクプリつけます。これ緊急起動したいけど、トリトンで緊急起動したら終わるんだよね、だからしません。ここはこっちだな。で、速攻入れき。いや、届かねえんだ。いや、こんな感じで守られちゃうんですよね。そうそうそう。お。ワンチャンあるけど、いや、怖えな。なんか、エレキにトルネを徹底してきますね、相手は。怖い立ち回りしてくる。これも、ロイジャイエレキでいい。でこれファイブ打って、ウッドも打って、エレキを延命していく。これはトリトンで引っ張って、うわやべやべやべ、いやでも大丈夫だな、これ大丈夫だけど、ダメアドで勝てねえ、ダメさがやばい。いやーマジか、ちょっと待ってくれ。
いやー、あー勝てねえわこれ。ずっと居られたら勝てねえな。結構俺攻めたけどね。だいぶ攻めっ気ムラムラの男だったけど負けてしまいました。まあエレジャイライドラか。いやどうすればよかったかな。もういや結露はあってな。だってインドラダクプリの形がやっぱどうしても突破できないんですよね。まあライトニングだったらかな今のは。まあライドラが入ってたんでね。どの枠だ、マズネクの枠か。重いデッキですね。なんでまあ回転が重いんで2倍タイム以降強いんでね、まあ、1倍タイムの段階でだいぶ削っときたかったんですけど、ちょっとデッキが分かんなかったね。なるほど、こういうデッキもあるといった感じでラスト1戦やっていきましょう。いきます。さあ来ました、よろしく。おお、なんかさっきからオートロばっか当たるな。でかいですねこれ、8000以上と当たる。この人誰だろうな、俺分かんねえな。何使ってるか分かんないんでね、まずは探り探りやっていこうと思います。お、またエレジャー来たか。ボンバ入ってるデッキはゴレかエレジャイかドリルだ。そうだ、レスピからのウッド、オッケー。ドリルに対しては基本的にまあダクプリで抑えたいんですけど、まあ初手でね抑えてしまったんでね、まあ、今回はウッドで抑えました。ウッド型ならね、逆サイドにロイジャイを展開していきますね。こんな感じで、まあ今のはメゴでよかったな。たまたまタイミングが被ったから悪手になったんですけども、これはしっかり合わせていきたい。よし、 OK。 あ、入んねえかこれ。まあそれはメガゴをとりあえず出してしばいてもらって、まあ多分バルキリーとか出てくるんで。ん、出てこねえか。お、これ入りそう。一発入れ、一発でかい、全然でかい。さあこういう時はトリトン出して下ウッド。うわー、ボンバ入るか。ちょっと早めのタイミングでさ打ってったんだけどさ、うわー、あんま良くなかったかな。ボンバーがねエレスピウッドで飛ぶんで、ちょっとタワーに入りそうだったんで早めにやったんですけど、もうどっちも中途半端になっちゃったね。一発入んならあれだな、ゴブドリにしっかり打っとでよかったな。これは無視です絶対。エレスピない時のファイスピはまあ痛いんすけど、なるべく無視した方がこっちの攻めがね通んなくなっちゃうんでね、受けるとなんかで。さあこれはまあトリトン出してエレスピかな。エレスピ出してウッド、一発入んない。また結露、結露をとにかく繰り返します。でまあ木を伺うって感じですね。これ多分手前なんでダクプリからのトリトン。さあ木を伺っていきます。相手ダクプリなんで、まあ、エレキでとりあえず突進を止めていきたい。オッケーオッケーオッケー、こっちメゴでいいな。うわすごっ、すごいすごいすごい、ちょっと待って、すごい。さあこれはLSP からのトリトンで抑えていきます。ここ行っていいっすね絶対。いやここはこっちだな、こうだ。いけるいけるいける、ここスケルトン来い。よし、いや完璧完璧完璧、ファイボー、へー早くダクプリ来る、ジャンプレイ。来なかった、ボンバー来た。おめっちゃ入ってる、オッケーオッケーオッケー。あとはまあ呪文削り剣、いやーこれは深い、考えろどういうファイブだ。さあレスピで削っていって、始まりロイジェで終わりですかね。さあゴブドリに対してもこんな感じでね、まあ、勝つことができると。まあでもこんな展開は珍しいかな、割ともっとねじわ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 でギリギリ勝てるぐらいのだと思うんですけども、今回はね危なげなく勝つことができましたといった感じでね、まあ2勝1敗アナバンに負けてしまったんですが、アナバンこれグループ1位じゃね。うわ高えな。そこら辺目指してね、まあ今28位で終わりといった感じで目指して頑張っていこうと思います。それではご視聴ありがとうございました。この後も頑張りマッスル。